100年の時計は2012年10月20日に公開された金子修介監督の日本映画。なお独立プロ系制作会社によるミニシアター方式の配給方法をとっているため、全国単位での一斉封切りは行われない。封切り日に関しては、東京での公開日を標準とし、以降、巡回する各都市にて順次封切りという形をとっている。 高松こと平電気鉄道創業100周年記念事業の一つとして全編香川県内オールロケによって制作されたご当地映画である。制作にあたっては地元である香川県の政財界によって設立支援された制作委員会佐野さぬき地産映画制作委員会が結成されこの委員会のもとに制作された。また制作の過程において委員会は 香川県内で外部による寄付や支援を募っている。これら一般の企業及び市民によって得られた支援は、映画、100年の時計、サポータークラブとして取りまとめられ、これに伴う出資、支援者、エキストラは、エンドロール及び映画パンフレットに、サポーターズクラブ員としてその名が掲載された。前述の香川県選考公開は、この成り行きからのものである。なお、前編香川県内、 オールロケという制約上、クランクインからクランクアップまでの期間が2012年6月2日から同年6月29日までと短期間による撮影となっている。さらに10月の公開までの実製作の期間は5ヶ月を切っており、現代の独立プロ系映画としては異例の短期スケジュールであった。主役を務める木並遥にとっては初の主演作品となる。また、 香川県知事である浜田恵三と高松市長である大西秀人が本人役で出演している。また主要人物として木内明子が出ているが、木内は香川県出身であり、映画の制作及び発表時は金目淳と共にうどん県副知事に任命されていた。正式公開を前にして2012年の湯布院映画祭や函館校イルミナシオン映画祭。 さぬき映画祭などの地方映画祭に積極的に出品を行っている。また、香川県先行公開上映は同県にあるワーナー・マイカル・シネマズ各館にて行われた。当初の公開期間は10月20日から11月9日まで3週間の予定であったが、予定以上の集客があったために延長となり、当初は11月16日まで後にさらに延長されて、 歌図鑑が11月23日、綾川及び高松が12月13日までの公開となった。前述の通り独立プロ系の作品であるため、全国単位での封切りは行われず、フィルムを全国の工業主に貸し出す巡回方式での公開となっている。そのため正式な全国公開の開始は、東京都での公開日を標準と定めている。 当初は2013年初春を全国公開予定日としていたが、後に2013年5月25日に東京都のテアトル新宿にて上映開始予定であることが発表。また、大阪府においてもテアトル梅田にて2013年6月15日に上映予定とされ、両都市ともにその発表の通りの公開となった。なお配給は制作会社でもある。 ブルーカウボーイズがメインとなっているが、一部の上映配給に関しては、渦政株式会社が共同で担当している。香川県に今する高松市美術館に勤務する学芸員、神高良花は地元出身にして、現在では世界を代表する老前衛芸術家、安藤由紀との回固展を企画、担当する。あるきっかけで以前より安藤のファンであった良花は大喜びだったが、 安藤は気難しいことでも有名で、実は彼の仕事の交渉は安藤の娘が間に立ったマネージメントによるものであった。本人との打ち合わせの当日。安藤を迎えに来た両家たち美術館職員の前に姿を見せたのは、これまで仕事の交渉を続けてきた安藤の娘、美咲のみ。安藤は先に香川県に来ているという、てっきり美術館職員と落ち合っているものと、 思い込んでいた三崎と共に涼家は安藤を探す羽目に。安藤本人は片原町商店街で無事見つかったものの、その後も涼家は安藤の仕事を投げているかのような態度に翻弄されてしまう。遊ばれていると思い激怒する涼家に安藤は言う。もう自分には作品を作る気力がなくなっているのだと。娘や共作者をはじめとする自らの周囲で動く者たちも、 自分の作品に魅力を感じてくれているのではなく、自分の作品が生み出す金や名声が目当てなのだと。無気力と不信の塊となっていた安藤に、良花は涙ながらに初めて安藤のインスタレーションに触れた時の思い出を語った。それは良花が安藤のファンとなった原体験でもあった。そんな良花に安藤は言う。自分が芸術家を志す出発点となった一つの 海中時計。100年の時を刻んできた、その時計の元の持ち主を探してほしいと。その時の思いが蘇れば、作品を作る気力とアイデアが湧くかもしれないと。そして、両家は、安藤と共に時計が刻んできた100年の時を追体験するたびに赴くことになる。安藤が高松市の商店街で仲良くなった劇団の役者たち。後、 安藤のインスタレーションに演者として協力する。括弧内は団員たちがインスタレーションで演じた役柄。以上は、香川県公式観光サイトを参照。全国風切りではなく、巡回工業の形式で公開されている映画。そのため、公開日時は地方及び都市によって異なり、未公開となる都市及び映画館も存在することに注意。 高松琴平電気鉄道そのものの設立は1943年であるが全身会社の一つにして最古産創業である東産電気機,機動の開業をもって創業としているため2011年の時点で100周年としている8月26日特別試写ユーフィン映画祭公式ブログ12月2日クレイモナホール映画祭クロージング上映。 公式サイト2013年2月3日未起町文化、交流プラザにて高松市、鉄道の歴史遺産こと電映画、100年の時計、全国公開へ引くアウェーバニュース、100年の時計、公式ツイートを10月24日分よりなお、同県内での同期上映作において、アウトレージビヨンドが含まれており、これを凌がしての1位獲得だったため、関係者及び、香川県内のプライベートジョークで、 アウトレージビヨンドを1位から陥落させた映画と評されることがある。金子修介監督の100年の時計が満足度トップに、ヤフーニュースロケ地である、香川県の放送局、西日本放送の夕方のニュース番組、RNC ニュースエブリーの2012年10月からのエンディングテーマとしても使用されている。映画百年の時計がピア満足度ランキングでトップに、 ありがとうございます。